デイビス・ラブ3世は、アメリカ合衆国、ノースカロライナ州シャーロット出身の男子プロゴルファー。1997年の全米プロゴルフ選手権優勝者である。彼は長年にわたり、アメリカを代表するプロゴルファーの一人として活動を続け、これまでにアメリカ PGA ツアーで21勝を挙げた。 1998年に日本の中日クラウンズで優勝したこともある。世界ランキング自己最高位は3位。父親のデイビスラブ2世は著名なプロゴルファーで、彼の家族はアメリカ有数のゴルフ一家として知られる。父親が1964年のマスターズに出場した直後、4月13日に誕生した息子にデイビスの名前を与え、彼は デイビスラブ3世と命名された。早くから父親の英、SI、才教育を受け、ノースカロライナ大学を経て1985年にプロ入り。同年11月の PGA ツアークオリファイングスクールに7位で合格し、1986年からツアーのメンバーになった。1987年4月の MCI ヘリテージゴルフクラシックでツアー初優勝。 1988年、彼にゴルフを教えた父親のデイビスラブ2世が、航空機事故のため53歳で死去した。1987年から1996年までの間に、ラブは、PGA ツアーで10勝を積み上げた。1992年には、プレイヤーズ選手権を含む年間3勝を挙げ、ツアーの賞金ランキング2位に入る。しかし、 メジャー大会ではしばらく不運な成績が続き、1995年マスターズに1996年、全米オープンに言い位体などがあった。1995年マスターズでは、ベンクレンーに一打届かず、1996年、全米オープンでも、スティーブ・ジョーンズに一打及ばなかった。ようやく1997年の全米プロゴルフ選手権で、 ラブは4日間通算11アンダーパーで回り、2位のジャスティン・レナードに5打差をつけて優勝した。この年の開催コースは、ニューヨークにある、ウィングド・フット・ゴルフ・クラブであった。悲願のメジャー初制覇を決めた年、ラブは、父親から受けたゴルフのレッスンと教育をまとめた、著書、エブリー・ショット・アイテイクを出版し、 この本は1997年度の全米ゴルフ協会国際書籍賞を受賞した。全米プロゴルフ選手権優勝の翌年、デイビスラブ3世は1998年の国際招待ゴルフ中日クラウンズで来日し、2位に大会新記録となる8打差をつけて優勝した。これが彼の唯一の国際試合優勝である。彼は2003年に 再び充実した年を送り、自己最高記録となる年間4勝を挙げて世界ランキング3位に食い込んだ。この中には1992年以来11年ぶりのプレイヤーズ選手権優勝もあり、ツアーの賞金ランキングでも1997年以来6年ぶりの3位に入った。しかしその後は不調に陥り、2008年には最終戦を前に賞金ランクは ライキシードとなる125位のボーダーライン上の118位と苦しんだ。しかしフォールシリーズ最終戦となる11月のチルドレンズミラクルネットワーククラシック優勝により、ラブは PGA ツアー優勝を20勝の大台に乗せ、これによりライキシードだけではなく PGA ツアーの A 級シードを獲得した。2008年9月23日、 恵まれない子供やその家族を援助する基金を設立するなどの貢献に対し、ペイン・スチュアート賞を受賞した。2012年と2016年のライダーカップのアメリカ首相に任命された。ありがとうございます。